私は全力投球で起きてゆく。レッツゴー。今日は天気がめちゃくちゃいい。気持ちいい。二度寝してしまった。寝すぎました。さあさあさあ、今から YouTube の Vlog を作るぜ。 Vlog 作り、今からしてゆく Vlog。 白湯を飲みます。レコードをかけてゆく。チルアウト。山下達郎の For You。Let it go。ホコリを取って掃除機をかける。掃除はだいたい週に1回ぐらいしかやりません。さあ、先日ね、酔っ払ってくしゃくしゃになっちゃったオーラリーのパンツをアイロンがけ。使ってる間はこのパナソニックのスチームアイロンをね、使っております。ちょっとスチームだけだとね、なかなか伸びないので、普通にプレスしてアイロンがけです。おなじみ水やりの時間だよ。担当おのみ、ミスター、ミスター、水気持ちいい、水でグーグーそらすぜ、あいつ氷が聞こえよ。よし、オッケー。さて今は10時、朝食を俺は作る。今日はオムレツ、オムレツ作り。午前中にね、ちょっとあの郵便局から荷物が届くんだけど、まだ届かない。早く届いてほしい。さあオムレツ作るよ。さあまずね、見終わってないイテオンクラス見るぜ。オムレツができました。いただきます。いただきます。やばいな、この髪型はベリーショートだとね、スタイリングしないと結構やばいです。いやー、休みの日ぐらいはちゃんとした朝食をね、食べたいよね。今日は生クリームをたっぷり入れたオムレツです。うん、うまい。うまいよ。さあ、筋トレするぜ。今日は背中のトレーニング。絵を買ったんですが、パネルが届きました。さあ、
部屋に飾ります。さあ準備完了。今日もね、今日はこのマルジラのレプリカを作っていきます。Lazy Standard Morning。今日は財布をね、買いに行こうと思ってるんで、混乱ショップっていう渋谷、新宿にある混乱ショップに行くのを、ちょっとね、銀行で通帳でお金を下ろさないといけないんでね、ちょっとそれ行ってきて、夜はちょっとご飯に行ってきます。ということでね、今日も全力で楽しみましょう。では、行ってきます。今日は茶色のラングラインバンズのジャックフラックストリップオンで古着のシャツ。さあ原宿に到着です。原宿のね、銀行でちょっとお金を下ろしていきます。いや、クレジットカードなくすとマジ困りますね。今再発行して、とりあえず通帳でお金を下ろせるとのことだったんで下ろしてきました。いやー、まあ何の財布買おうか悩みますね。いい財布買っちゃいましょう。渋谷ビームス財布見に行きました。そしたら偶然ばったりケンさんに会いました。ピルグリです。ただいまビームス、アローズ、スティーブン・アラン、アーバンリサーチとかいろいろ見てきたんですけど、なかなかいい財布ないですね。悩む。渋谷から歩いてたらばったり小林さんに。何ですかそれ。ビームスのビームスライトのシャツです。宣伝みたいになっちゃう。新宿に到着。こんなショットへ行きます。先ほどトゥモローランドで見たね、マルニのポーターの財布が結構値段安くて良かったんですけれども、ちょっとエンダーの黄色い財布を見に行ってから考えたいと思います。新宿パークタワーのパークハイト東京があるところで混乱ショップ新宿本店、ここに行ってきます。高いビルだな。今混乱ショップ見てきたんですけどね、とてもいいインテリアのお店でした。しかしエンダースキーマの財布が売っておりませんでした。ということで今から伊勢丹に向かってちょっと財布探し続けていきましょう。エンダーってどこに売ってんだろうな。ひげ生えてきた。さて伊勢丹のメンズ館に到着です。ちょっと1万4000円ぐらいだったかな。であとはね、後輩が辞めちゃう子がいるんで、その子にイソップでちょっとお別れのギフトを買ってきましょう。とりあえず財布にとりあえず入れよう。早速入れ替えます。素敵な財布にしました。ちょっと大きめなんでね、逆になくさないかなと思って。一昨日のお店に行ってからずっと胃が痛いです。ホットのカメラで誰も買いました、今日はねちょっとねご飯食べてきたんですけれども、暑いね今日ね、夏だね。ということでね、明日からまた仕事再開なんでね、全力投球で頑張りたいと思います。今日はいい財布買えたからね、よかったね。なんだかんだでマルニポーターのね財布をちょっと買ったんですけれども、まあ、それも今度ね生地っても作りたいと思いますんでね。マルニポーター使いやすそうな財布、ちょっと出してみようか。
こちらのね財布なんですけど、値段がかなり安くて13,000円、この同じ形でも柄によって19,000円とか16,000円とかあったんですけど、これ一番安くて13,000円で、まあ、これでもいいかなと思ってね、まあ、中に小銭も入って全部ね財布を入れれるんで、もうマネークリップ卒業したいと思います。ということで今日も全力投球で楽しみました。明日も全力投球で頑張っていこう。ということでおやすみなさい。それではハリーよし。